R の正しい戦い方監修 BR 法推進委員会白岩学園3年 B 組の皆さんこんにちは今日皆さんは幸運にも今年度バトルローアイヤルの対象クラスに選ばれましたおめでとうございますではこれからお姉さんがルールについて説明しますよく聞いて正しく元気に戦ってくださいね今皆さんが着ている場所はこんな形を住む人島です 周囲は10キロぐらいで、住民の人には出て行ってもらって、あれもいません。島はこのようにたくさんのエリアに分かれていて、先生がこれから午前と午後の0時と6時に放送を流します。放送の中ではどのエリアが何時から危ないということを教えますから、もしそのエリアの中にいる人がいたらすぐに外に出てください。なんで危ないかというとはい、そこで皆さんにつけてもらってる。この首輪で。で この首輪は完全防水耐食性で絶対に外れません内側のセンサーが心臓パルスをモニターしていて皆さんの位置や行動を正確に電波で教えてくれます制限時間を過ぎてもまだ禁止エリアに残っていたり不穏な行動をとっている人がいたら識別して逆に電波を送りますすると首輪は警告を発 しますので絶対にそんなことしないでねあ、それからもう一つ大事なことこのゲームにはタイムリミットがあります3日間です3日戦っても最後の一人が決まらない場合全部の首輪は自動的に爆発します優勝者はありませんせっかくだからみんなベストを尽くして戦って絶対にそんなことにならないようにね それではこれから1人ずつ教室を出て行ってもらいますがその前にこのバッグを渡します中には水と食料地図とコンパス懐中電灯と武器が入っていますので後で各自確認してねあ女の子とか囲まるから私物も持って行っていいですよ武器はそれぞれ違うものが入っています銃やナイフとは限りません適当に配るから当たりもあれば外れもありますこれは ハンデをなくすためですこれは